俺が何か知っておるか。キリシタンの彫り物でございます。すまん。この中でクリストヴァン・フレール、トムス・パドゥの書籍をしておる人はないか。だから私たちは彼のことを知りたい。それよりキリシタンは近世のこの国になぜ上陸された。処刑を受けるのを承知で来られたか。純教はもとより覚悟しております。両人ともどうしても転ばぬと申すのか。